ハッピーハロウィーン。ハロウィーン。どうしたんだ。トリックアトリート。トリックアトリート。あれ編集長。すごいですね。全くこういうことやるとさ、威厳がなくなるだろう、ね。編集長の威厳がね、完全になくなりますね。ハロウィンだからでもいいじゃないですか。ニーコさんもかぶって。ニーコはね、アメリカから取り寄せた巨大カボチャ。巨大カボチャなのに、まあぴったりだね。ねえやだ。ドンキホーテ。ドンキホーテ。びっくりです。いやというわけでちょっとズレがあるかもしれないんですけども、はい、あのまあハロウィン、そうそう、31日でハロウィンということで、なんかでまあ、うん、日本のハロウィンも盛り上がってるそうですね。すごいですよ。最近すごいですよ。もう、うん、経済効果もやばいらしいです。で、そうバレンタインおっしゃってたよね。そうですよね。すげえ、うん。そういうわけでじゃあ、はい、ぜひそのあやかりたい。あやかりたい。はい。その経済効果。というわけでじゃあやっていきましょうか。はい、やりましょう。今日そのままやるんですね。はい。後悔はしないですね。しないよ。10年後にこの動画公開されたら大丈夫ですね。大丈夫です。はい。というわけでじゃあ今日やっていただくアプリは、ピューディパイ。ピューディパイ。ピュー、え、何？ピューダイパイ。ピューダイパイですよ、ね。ピューディパイ。さっきからさ、この左側のワンコがさ、ミーコと同じ性質を持ってる。ねえ、してない。見てて見てて見てて、ちょっと見てみましょうか。見ててみ。ねえ、やめて。まあでもいつ出るかわからないからさ。ねえ、やっぱね。ほら。おならさん。本当だ。おならさんしたことないから本当に。バッツ。でし。やっぱでもコントロールできるね、いつです。そう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 。できるか。なもんできるか、生理現象だからしたことないわ、おならなんか。はい、こちらはですね、タイトルの通り、人気 YouTuber ピューディパイですね。あ、なんか聞いたことあるなって、そこか。そうです、人気 YouTuber ピューディパイ、世界的な有名なね、チャンネル登録者数はなんと約4000万人。万人？はい。え、すぐそんな多くないじゃん。いや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 、そんな多くないじゃん。もうやめてそれ、逆に恥ずかしいからね、約4000万人チャンネル登録者数、ファミ通はまあ約15万人と。もう何倍ですか。はい、彼を題材にしたゲームと。YouTube を面白いけど ね。そうですね。ゼロ？回転数がゼロ？わお、え？あ、それでなんかに押されんだ。まあ、まあ。お前のファンは見ないただいた。あ、ファンを取っちゃったんだ。今度お前の番だ。タルゾクともめ。お前なんか、これ本当に声当ててんのかな。多分そうでしょう。コンテイン、コンテイン。あ、なんだ。ハウガンソ。何これ、すごい英語聞けるね。生の英語が聞けるから、ね、わあ面白そう。アクションじゃないですか。そうです。え、ジャンプしてください。アクション。え、めっちゃ楽しそう。上に行かないといけないんじゃん。お金取ってよ。ジャンプもありますね。黄色のお金取ってよ。うっさいな。お金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 ってやっぱお金はだって絶対ここ使えますよ。これはすファミコンみたいだね。そうですね、そうですね、8ビット風ゲームですね。なんか髪の毛もふさふさ揺れてるのがすごい。一応開発はカナダにある、アウターマインズさんという開発会社が。え、女の子になってる仲間。レビュー上では、彼のファンからの声も当然多いですけども、うん、滑らかな操作性にキュートなグラフィック、うん、全てが最高と。ゲーム開発自体のレビューも評価が高い。あ、ファンを回収してるわけじゃないのか。何しよう。おい、これどうすりゃいいの。これ上から踏めばいいんだ。これなんかなんか洗濯物みたいなやつありましたね、うん、何あれ。他に他になんか掘り出すんですよ。なんか隠れてるね、毎回ね、うん、そう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 、掘り出してる。危ない。そう、そこに止まると掘り出す。何あら、ゲット。エドガーがパーティーパーティーに参加。どんどんどん。ワンちゃんじゃん。何これ、何これ。これね、写真です。え、いや、え、どういうこと。なんかスクショを自動的に撮るんですよね。へえ。え、じゃあ勝手に画像入ってくるの、あのカメラロールに。ああ、外行ったぞ、ついで、ついに。家こんなめちゃくちゃに壊されてる。なるほどなるほど。金持ち、金持ちだから。あ、そっか。稼いで実質で
そう、ケツでパンを作る方法というタイトルの動画を撮影をしていた、主人公無事アップロードを終え最後に上げた動画の再生回数を見てみるとなんと0回ゼロ。そこに現れた化け物がお前のファンを みんな連れてったとのこと、うん、ファンを連れ戻す壮大な冒険が始まる。ファンです。そうなんだ、やっぱりファン、やること本格的だな。やばいやばい、あワンコ2匹。あ、じゃあこのワンちゃんも飼ってるんだ本当にこの人が。へえ。まあ家がでかいですね。でかいですよ、ずるいな。ステージ制になってるように家と空とカーチェイスとさまざまな舞台が用意。ああそうなの。しかもゲームはアクションゲームだったりシューティングゲームだったりと、あ、いろいろ入ってんだ。ジャンルもそう変わっていく。へえ、めっちゃ面白いじゃないですか。この女の人誰なんだろう。基本は移動とジャンプのみ。叩き潰して敵を倒す。はいはい。車のキー。おー、車のキーだって。来た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 。おお。なるほどね。いやめっちゃ面白い。リーン。最近っぽいですね。走っても無駄だ。電話にかかってくんな。アイキャッ。あ、みんな捕まえちゃったよ。ブロフェス。なんだそれは。What?哀れなやつだ。Oh, ow! But never mind that. お前は俺様の手下に捕まって。なんでこの名前の部分もなんかカタカナにしてくれなかった、ね、なんで、ね、ラジネス読めない。これ本当に彼女だったりするのかな。かもしれない。お嫁さん、それはないんじゃないですか。え、そういうのに斬新斬新上かい、ね、うわ意外とヒールキャラだ。なんかで家にいっぱいいるじゃん。穴も開いてるけどいいの。あクリアですね。え、動きが可愛いね。いちいち可愛い、うん、うわー、うん、これめっちゃ面白いやん。ポケットメニューでメールが手に入るぞなんて書いてあったか読めない。おお。江戸川ブーが手に入るぞ。やっぱお金取っといた方が良かったんです。お金で、ね、ゴー。お金、コインを貯めるとですね、嘘でしょ、我々の無敵戦車から逃げる術ではないぞ。水だ、降参しなければこっちから食べてやるぞ。食べられちゃうから、嘘って感じですね。え、これどうやって動かすの。おい、え、そういうなんかファミコンっぽい、これ好きそう。ありましたよね、なったこういうの。意外とね、操作が難しいんだよ。うん、難しくはねえな。あ、危ない。なんだ、わあ、な、狙われてる。あ、ごめん、どっち見ればいいか分かんなくなっちゃう。どれよ。窓足ですね。あ、草、うわ、あー、草。お金が、え、なに、いいですね。あの葉っぱ、なんか草あー、来た。ああ、いったった、惜しい。うわ、犬だ。いた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 グロいグロい犬だ。ちょっとちょっと、意外とこれグロいぞ。グロ、ちょっとこれ熱いか取っていいですか。熱いこれ。黙んないでもらっていいですか。ちょっと実況してください、実況。でもね、私操作はね、これすごくいい、気持ちがいいですよ。お、あの、鳥難しいな。鳥難しい、鳥難しい。意外に来てるね。ここで微妙なジャンプが結構難しいんだよ。来てるぞ。あー、待って、わー、ワンちゃんごめん、ワンちゃんごめん。 OK OK OK。 じゃあさっきの女の人もいなくなったってこと。そう、家に、あ、そこ探すんだったんだ。いた？なんか、いや、なんかお金が、あ、危ない。え、今チャンス。よし、ちょっと手汗が来たよ。手汗、なに、なに、やりこの、あれ、なに、なに、これ、なんでジャンプするの。無理でしょう。避けて、避けて、避けて、早く。なんか、ボールっぽい。あれじゃ、チェックは、チェックポイント、チェックポイント。うわ気づいてなかった。篠原涼子っぽかった今。
ねえ、もうそのネタいけそうなのやめてくださいよ。危ない。うわこれ取れない。踏んで取るんじゃない、うん、そう。でも踏むと臭いの出るからやだ。いいじゃん、臭い。何これ、わちょっとちょっとちょっと、いい写真撮りなさいよ。わぁ、何いいよ、うまいじゃん。危ない、うめぇだ。いろんな樽が出てきましたね。危ないとか言う。左上にねえやめて、ワンちゃん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 、ぐちゃバーっとあー喜んでんじゃん。え、追跡型かよ。あのね、あの以前にもやったあの残虐な遊びなんだっけ。あ、なんだっけ、ハッピーホイールか。ハッピーホイールでしたっけ、うん、あれとかもね、みこさん喜んでましたからね。喜んだもん。なんかね、いや、あ、来た、わあ、逃げ場は見つからないようだな。消え失せろ、粉々になれ。ありえない。エンダー、どうやって、エリリン、女の人じゃない、ファンカン、 Never be a good time。 ジェットに飛び乗れ、ジェットに飛び乗れ、ジェット、ジェット、来た来た、ジャンプ、ジャンプしてない、ジャンプできない、押せない。あ、そういうことか、ごめん。ああ乗り方がね、うん、サーフィンだよ。でもこれ大丈夫だろ、ジェットだよこれ。誰、まあネットで見つけてながらですって。ジェット、このジェットどうした、アマゾン。アマゾン、なんか冗談言ったんだけど面白くなかったっぽい。貴様よー、ラストフリー。もうこれなんで樽なんだろう、これ。ね、やっぱ好きな人だったら。しかも最後さ、バーンって爆発、あの車爆発して、なんか終わるかと思ったらない。しかもこれ結構ステージありそうですね。いいえ、気に入ってねえのかよ。これステージあるな。うわー大好きこういうの。 Google プレイにおける平均評価 4.9。 おー高っ。待って、これ噂のシューティングじゃないですか。来た、シューティング、シューティング来てる。予備の飛行機がそれを使って、なんだって、これか、早いな、後ろの背景が。ちょっとだ、目がね、ちょっと疲れる。あ、遅くなった、来た。え、これどうやって、かわいい。おー、すげえ、小型ジェットみたいなのができた。行っちゃうか、ほらワンちゃん。あ、攻撃してる、かわいい。よいしょ。いいですね。いいよ。タル。あ、やばいやばい。危ない。あ、これ長押しでずっとドドドドドドって打ってくれる。時短でね。電車ね。危ね。起きないで。起きないで。追っかけミサイル。いいですよ。あのね、もうね。特にスコアとかはないんでね。生きてればいいでしょ。生きてればいい。生きてればいい。はい、ハートちょっと待って、何このユニコーン。おお。ハートと、何あ、わあ、危ねえ。ちょっと、あ、ぶっ飛んできたね。すごいね、ぶっ飛んできたね、ほんとゲーム性が。いや、面白い。あ、でもこれ面白いな。これ、お、何ミーコ一人でクリアするまで、ね、もう帰れませんとか、いいよもう。せめてもう一人乗っかってた、ね、あ、いた UFO 出てきた。あ、中ボスじゃない、違うか、もうさ、あ、上あ、死んじゃった。あ、でも途中からだ。あ、ね、ポイント行ったからね。あ、でもあれですね、倒した後もあれなんですね、今の。あ、出てなに、いや、なんか敵もなんかそのバラバラになってますね。なったよね、一回ね。はい、なりましたよね。なんだったんだあれ。ちょっと残虐的なバラバラのなり方です。あれ倒せよ。なんかゼビウスの板みたいじゃん。なんか、やばいやばい、くるくるくる、イルカが。あのね、もうね、自分の手で見えなくなっちゃうんですよ。あ、宇宙人出てきた。宇宙人出てきた。あ、鳥がすごいんだね、血が。あ、そういうことですね。うん、ねえ、マジで嫌だ。あと。ミコさん、さっきイルカって言いましたね、シャチに。シャチか、シャチ、わかんね。まあね、イルカもシャチもね、ミコにとっては。じゃあ、あれサイズが違うだけじゃん、サイズが。あ、ぶね、哺乳類いいなって思ってるぐらい。おお、哺乳類だわ。哺乳類ってもう本当やめて。すげえ、すごい。何これ、
いや、やっぱアメリカだね。斬新だね。やっぱあ、また見つかったよ。見つけた。うおお、空中要塞。すげーな、お前は。そのまま戦車上に浮いちゃった感じです ね。顔すごいな、凝ってんな、これ。凝ってますね。本当凝ってんね。ミサイルだ、まずあのミサイル、ミサイル、ミサイル、ね、これ凝ってると言いましたけど、うん、実はお値段、はあ、600円。あ、やっぱ強気な値段ですね。あ、まあそんな手間かかってんじゃないのこれ。うん、手間はかかってそうですね。コインを集めると新キャラが解放できると、うん、その新キャラも実在する人気 YouTuber。 ああそうなんだ。後ろ、あ、やった。何や、解放をね潰した。本当？口内炎が痛いんですよ、口内炎が、ね、あ、後ろに回った方がいいんじゃない、関係ないのか。あ、じゃあエンジンとどこに当たるの、あと。あ、エンジン、下下下下下、そこだ。そう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 、ほら、エンジン、な、エンジンなのこれ、なんなの、なんですかね。あ、あれか、ミサイルが出てくるところか。やばいやばい、カート逃げちゃった。お金は必死。よし、よしよし、オッケーオッケー。あー、追っかけミサイル、よし。あ、下だ、ブースト、ブースト、あ、ほんとだ、落とせ落とせ、危ない、ほんと昔のシューティングみたいな動きするんだこの人。そうですね、後ろに行かれたら攻撃できない。さあ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 、もう無言にならないで、これ待って。ちょっとだから無言になって、しかも被弾するってなった。オッケー、ちょっと、じゃあ指でね、見えないからさ、ほんと、こう、何するの、どこでもだって操作できる。そう、操作できるから、こうだんだんね、変な、ミーゴだけ被ってバカみたいじゃん。バカみたいじゃん。あ、いいじゃないですか、ミーゴさん外さないでって言った。そう、今本当来てる、嬉しいな。じゃあ被っちゃおう、うん、よいしょ。できるだけ隠してるとこ行ってもねえ、なんだよ。ハロウィン皆さん何やってるんだろうな。ハロウィンそんなにだって、ね、祭りって感じてる人いないでしょ。そう、ハロウィンめっちゃやりますよ。何のためにやるのあれ。仮装して、仮装するだけでしょ、テキーラ飲んで、仮装が認められる日みたいな感じですかね。あ、なんかイメージ、まあね、パーティーピーポーでしょ、みんな。ふう、パーティーピーポー、ふう、パーティーピーポーでしょ、うん、パーティーピーポー、ふうですよ、いいね、かわいいや、ひるちゃん。しかもなんかあれだよね、ミークもなんかゾンビみたいな格好してたよね。あ、そう、したんですよ、まあ、ハロウィンパーティーっていうライブみたいなイベントに行ったら、パーティーピーポーだな。そうそうそう。 Thank you for watching。 でも一回なんかゾンビなりきってみたいですけどね。だからみんなで一回やりましょう、そういう動画にしましょうよ。え、これどうすればいいんだろう。あ、でも家に戻ってきた、うん、あ、お、え、なんか最初に戻ったよ、ケツでね、パンを作るだけ。あれ、これ戻ってねえか。戻ってるくさいですよね。ほら、お前のこれ見た見た。あれ、これ何、なんでだろう。体験場なの、これは。ちょっと戻って、メニューに世界地図へ戻りました。はい、あれ上押してないかじゃん。これ5行っちゃったからか。いいんじゃないの、それでいいんじゃないの、うん、ほら、あ、空中に来ちゃった、うん、I'm hungry。 あれでしょ、一緒に劇とかやってる人たちでしょ、劇っていうか。ああ、なんかこの人やってるよね、なんかゲームにモチーフとした。やばい、劇をやってるんですか。そう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 。へえ。なんかちっちゃいの生まれた。コブンバレル。これコブンバレル。あ、仲間がね。あ、ハート落ちちゃったじゃん。犬だけなのかな。だって女の子いたよね。いた。で、女の子は家にいるっていう設定だから。飯食って。で、ハロウィン、グリーンって言い始めたんだよ、うん、ね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 、待って、なんだよもう。あ、いや、これ何掘ってんだろう。ね、カンカラ。え、今なんて言いました。カンカラ。カンカラ。あ、僕の方が夢ありましたね。
何やっちゃってくれてんの、もう難しいんだよ。これからちょっと生放送があるんだけど。すいません。急にもうちょっと行かないと、もうちょっと行かないといけない。もうそうですね。まあ、でもあるんですよ。ミコさんないんですか。ミコさん一人でちょっとやっといてもらって。ね、出た出た出た、本当そういうやつね。好きなとこまでちょっとやっといてもらって。いやちょっと止めてくださいよ。ね、止めて止めて。俺も天の子もちょっとこれから生放送がある。ね、待って待って。次あるんで。ちょっと。ミコさんないでしょ、うん、嘘でしょ、ね、待って待って、ちょっとちょっと、もうじゃあミコさんよろしくお願いします。え、マジ、いや、ほんとお腹いっぱいになったら押してくれていいんで。押すよ、もうなんで押せん、あ、押さねえはい、お腹いっぱいだったの、ほんとにお腹、いや、あのね、これすげえ楽しいけどね、あのね、もうちょっと大きい画面でやりたいです。はい、というわけでミコさん、もう編集長、編集長、今日も面白いアプリでしたね。そりゃ面白かったね。それではじゃあ、見てほいですか。最後雑だな。今日はね、どこ向こうかな。いいよ、はい、OK、 じゃあ行きましょうか。モニターの前に皆さん手を用意して、用意して、いきますよ、せーの、あっち向いて、はい、あっち左から、さあ左ですかね、はい、左の人たちです、あっちに進んでたからね。コメントください、よろしくお願いします。はい、それではじゃあファミズアップのチャンネル登録をお願いします。お願いします。みこさん言ってください。携帯でスマホで見ている方は下の概要欄から、パソコンで見ている人はこっちのなんかピンクのボタンからチャンネル登録ができるので、ぜひお願いします。お願いします。もう15万人何かメリットあるんですか。するとですね、実はね、通知が来るんだよ、ね、上がったよって、動画上がったよって通知が来るんで、かわいいね、かわいいサムネがひょこって出てくるから、知らないけどでは、明日15時にまた会いましょう。皆さん、さよなら、ハッピーハロウィーン。ああ、いいですね